どうも、沼さんです。皆様おはようございます。今回ですね、真の仲間の第1話の感想ですね。こちら語っていきますんで、気軽に聞いていってください。というわけで、早速ですね、感想の方入っていこうと思うわけですが、まずは一つ目ですね。真の仲間じゃないからというところで、レッドがですね、 真の仲間じゃないっていう風にアレスから言われたことで、まあ、勇者のパーティーを抜けたっていう過去について話をしていたわけなんですが、まあ、すごい、こう、アレスの調子に乗ってる感というかね、まあなんていうか生きってる感というかね、なんかそういうところがなんとも好きにはならないところではありました。なんていうかね、そういう言葉の 節々というかね、なんかそういうところからレッドを見下してるというか、なんかそういうところがね、感じられたりするのもね、結構こう、イラッとくるところではありましたね。まあ、しかもね、レッドに対して色々と難癖つけてくるっていうところがあまり好きにはなれない感じではあったんですが、まあ、そこにはね、何かこう、アレスなりの事情があったりするのかなっていうところで、まあ、ちょっと気にはなるところですね。 またね、レッドの妹であるルーティーがですね、魔王を倒す力を持つ勇者だっていうところにはですね、なんだかんだ一番驚かされたところではありましたね。いや、そう。まさかの妹が勇者だったっていうところですからね。いや、そう。こればっかりは結構びっくりした話で、まあ、にしてもね、こう、レッドがトルタンで第二の人生を歩むってなった時にですね、 ちゃんと、こう、妹であるルーティーのことをですね、心配しているっていうところがですね、こう、レッドも兄らしいことをし、なんていうかね、兄らしいことを思ってるなっていうふうなところがね、すごい、こう、まあ、見ることができてですね、いや、いいじゃんっていうところをね、まあ、こう、感じたりするところではありましたね。そう。まあでも実際ね、レッドとルーティーが話しているところは見たことがない。まだね、 見れる、まあ見ることができていないんで、まあそういうところもね、見れればいいなっていうふうには思ったりしてます。そういうところで、まず一つ目の感想である、真の仲間じゃないからというところ終わっておきます。でですね、次二つ目の感想に入っていくんですが、火事の中の薬草採取というところで、レッドがですね、ゴンズから おいのタンタを助けてほしいっていうふうに、まあ、こう、頼まれていたわけなんですが、まあ、それをね、こう、友人として引き受けるっていうあたりにですね、まあ、レッドの優しさというか、まあ、そういうところが現れ、現れているなっていうふうに感じましたね。またね、タンタの病気を治すのに必要な薬草の群生地をですね、焼いてしまった。 アルルベーーのパーティーにははでですすね、まあ、少ししイラッとするとるころではありましたそう。こればっかりはちょっとイラッとするよね。なんでこういう時に限ってっていうところがあったりしますからね。まあ、とはいえ、まあ、無事に薬草も採取できて、まあ、タンタも助けられたからね、良かったところではあるんですが、まあ、これでタンタが助からなかったらっていうところで、まあ、火をつけた上にね、魔物を仕留められてなかった。 まあ、アルベールは多分許せないだろうなっていう話ですね。そう。なんかそういうところはね、思ったりはしました。まあ、にしてもね、レッドが薬草を採取しているときに、アルベールたちが取り逃がした桃をですね、まあ、こう、あっさり仕留めてしまうっていうところを見るとですね、まあ、レッドがやっぱり強いなっていうふうに思ったりしました。まあ、そういうところで、二つ目の感想である、 火事の中の薬草採集というところ終わっておきます。でですね、次3つ目の感想に入っていくんですが、薬草店の開店というところで、まあ、レッドの薬草店がですね、無事に開店することができていたわけなんですが、まあね、タンタを助けたお礼としてですね、こうお店を建ててもらうっていうところはね、 まあ、なるほどっていう感じで、まあ、すごいナイスアイデアですよね。そう。報酬で、こう、金品とかじゃなくて、まあ、普通に家を建ててもらってっていうところをね、よく考えたなっていうところではありましたね。まあ、タンタがですね、まあ、こう、大工の才能があるっていうふうに言われていた話とか、なんかこう、そういうところがね、全部つながった感じがあって、個人的にね、この、 こう、薬草店が回転するっていう話はね、個人的に好きなシーンだったりするという話で、またね、レッドの薬草店にはですね、すでに街のお医者さんがですね、注文をしてくれていたわけなんですが、まあ、お医者さんとね、仲良くやれているっていうことを思えば、レッド薬草店は重宝されそうだし、多分、なかなかね、お得意様がお医者さんですからね、多分結構そんなこう、 仕事に困ることはなさそうだなっていうふうなことを思ったりしました。それとですね、ズルタンの冒険者ギルドで、リッドが、こう、レッドのことについてですね、興味を持っていたわけなんですが、まあ、そんなリットがですね、まあ、こう、レッドの薬草店にやってきたりするのかなっていうふうなことで、まあ、すごい気になったところではありますね。そう。まあ、そういうところがちょっと気になったところではありました。 そういうところで、三つ目の感想である、薬草店の開店というところを終わっておきます。でですね、最後にというパートに入っていくんですが、今回はですね、レッドが勇者のパーティーを追放されてから、こう、ま、ゾルタンでですね、薬草店を開くっていうところまで話が進んでいたわけなんですが、 まあこう、次回以降ね、レッドの薬草店がどうなっていくのかっていうところがですね、すごく楽しみなところではありますね。またね、ゾルタンの冒険者キルドの職員であるメグリアに,メグリアにはですね、もうこう、なんていうか、レッドがね、めちゃめちゃ強いんじゃないかっていうふうなことがね、推測されたりしていたわけなんですが、まあ、レッドの正体とかがですね、バレたりするっていうことがあるのか、 その辺はね、すごく気になるところではありますね。まあ、それと、リットがですね、レッドのところにいつやってくるのかっていうところで、まあ、そこもね、楽しみにしていようと思っているという話で、とりあえず、こう、次回の話がですね、どうなっていくのか、今から楽しみで仕方がないですというところで、今回の真の仲間の第1話の感想ですね、 こちら終わっておきます。でですね、今日は他にも3本更新しておりまして、そして、コミさんはコミショウですの第1話の感想と、白い砂のアクアトープの14話の感想、そしてですね、スカーレットネクサスの15話の感想ですね、この3本更新してますんで、よかったらこっちの3本もですね、聞いてみてくださいと、 いう話と、明日ですね。明日は日本更新するんですが、セレクションプロジェクトの1話の感想と、異世界食堂の2期1話の感想ですね。2期の1話の感想。で、えー、この日本ですね。ワン、ツーと更新しますんで、よかったら明日もですね、ラジオの方聞きに来てもらえると、ものすごく嬉しいですというところで、 本日、2本目のラジオの方、終わっておきます。以上、沼さんでした。それでは、次回の放送でお会いしましょう。それではまたね。バイバイ。